やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。2024年8月から2025年3月まで、8、9、10、11、12、1、2、3、8ヶ月か。はい。の新型コロナの状況を占おうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定と猫チャンネル動画が余談から飛べます。猫、かわいいよ。40歳以上の真面目なマッチングサービス、マッチュール会員さんも増えてるので、ぜひぜひお待ちしてます。で、願いを叶える手帳とタロットカード意味が書いてあるやつ。あと、ブレスレットの単品の販売もしてますので、動画概要欄からぜひ。はい。さて、コロナですね。リクエストがポツポツとありまして、あと、ワクチンの定期接種が10月から始まるっていうことでですね。よっこいしょ。ちなみに今私非常にテンションが低いです。声のトーンが低いでしょね。季節柄か YouTube のおすすめにホタルの墓関連のやつが上がってきて、おっと思って見ちゃってもうなんかああもう辛いね。あの映画ね、全然コロナと関係ないけど、なんか戦争について占いたくなってきた。そう、戦争ってなくならないのかしら、本気でみたいな。私たち一人一人にできることあるのかしらみたいなのを、今度占おうかしらっていう気持ちに今、ずっしーんってなって、何を見たかっていうと、海外の人がホタルの墓を見てどんな反応をするかみたいなさ、あるじゃん。海外の反応みたいな。あれでさ、ホタルの墓のバージョンがあってさ、なんかもう、今、ひとしきり、なんか夜なんだけど、泣いて、号泣してきて、だってもう撮らなきゃいけないみたいな、なんか、コロナに切り替えてこうみたいな感じで来たので、若干声のテンションが低いですが、普通に占います。はい。行動制限はあるかどうか。緊急事態宣言、あれは究極だよね。あそこまで行かなくても、なるべく外出しないようにとかさ。なんか学校がなるべくオンラインにとかさ、なんかそういう感じとか、なんか行動制限を伴うことはあるか。個人的な予想としては、ないと思うんだよな。もう、わーって感染広がっても、インフルエンザで行動制限がないように、経済のとかの大打撃の方がもうやばいなっていうのを、もうね、政治家も多分わかってしないんじゃないかなっていう、予想を勝手に立てておりますけど。で、日本全体の感染状況は、ケルト十字法で見るのと、月別で見るのと、鼻詰まってるし。で、新型コロナワクチンの定期接種が10月から始まることは、なんだろう。1、高齢者や持病持ちの方にとって、基地か強化。2、子供たちにとって基地か強化。さあ、その他健康な人にとって基地か強化。ちなみに、これ、高齢の方だ、だよね、2位ね。確かね。年齢とかあるんだよね。だから、なんかさ、この1、2、3の人たちが打つか打たないかとかじゃなくて、始まることで、一定の人が打つことによって、この1、2、3の人たちもなんか、影響があるのか、基地か強化みたいな。な感じ。うん。打たないは関係なくね。打たないではなくて、うん。関係なく、普通になんか、世の中的に基地か強化みたいな感じで、この方々に影響あるかみたいな意味合いです。はい。さて、行動制限はあるかどうか。これどういうカードにしよっか。行動、今まで通り自由だったら、人々は自由なままか、それとも何か制限があるかだから、自由な方をポジティブなカードにしよう。うん、フリーダムな感じで。何かこう、キュッてこう、何か強制されるネガティブな感じ。で、行動制限があるか。まあ、行動制限自体がネガティブ。全部がネガティブとは言わないけど、うん。なんとなくこう、
苦しい感じのカードが出たら行動制限って読もうかな。はい。これをね、なんか複数の方から、2、3人の方からリクエストがあったかな。はい。お、恋人の逆。ほう。なるほどね。ズバッと出ました。恋人の逆。逆にバラバラだけどね。恋人の逆って。うん、恋人のスイッチの方が、キュッてこうね、結ばれてる感じだけど。バラバラ。制限っていうカードには思えなかったけど、別々バラバラ、それぞれおのおのみたいなさ。女強行はちょっとネガティブなカードだよね。これは、ほぼないって言っていいと思うんですよ。うん。ただ若干、気分的にっていうか、少しだけ、なるべく、こう、動き回らない方が、人を見に行かない方がいいかな、とか、個人でバラバラ、そうだね、恋人の逆も女強行の逆もさ、こう、人を見に行くっていうより、個人単独みたいな、だから、人混みは避けようね、みたいな、そういう声掛けはあるかもね。その程度じゃない、多分。人混みに行くのは、なるべく今避けてください、みたいな。できれば、ね。可能であれば、人混みは避けましょう、みたいな、そんなニュアンスの声掛けはあるかもしれない。強制じゃないとは思うけど。なので、まあまあ、ほぼないかなと言っていいと思いますけれども、少しはあるかもね、流行ってきたらね。で、日本全体の感染状況は、どうか。8月から3月まで。まあ、これは普通に悪いカードが出たら、感染者が多いみたいな感じで。コロナね。ポツポツいるよね、周りにね。かかった、みたいな、そんなに大勢じゃないけど。6月くらいにさ、娘の習い事の先生が突然、朝から高熱で、みたいな。信じられないくらいの、どんな高熱だったかわかんないけど。信じられない高熱が出て、レッスンを休みさせてくださいみたいな。うん。なんか、すごい苦しいメールが来てね。後日コロナだったみたいな。全然そんなレッスンしかしてない。そんなに人と接してないのに、かかっちゃったって、後で言ってた。のが、あれは6月だね。あと、別に学校でも聞かないな。コロナにかかったとか、いるのかもしれないけど、わかんないな。うん、とりあえず、子供たちの口からは聞かないな。感染状況。懐かしいね、我が家で。私が感染した時のコロナ感染レポート。ね。何それ見てないっていう方は探すとあるよ。うん。こんな食料が東京都から届いたよみたいなやつとか。はい。ズバッと出ました。なんか別に悪くないんだけど。悪くないよ、そんなに。悲惨なことにはまずならないと思う。悪いとしたら過去から今と、くらいかな。それが一番悪いかもね、もしかしたら。正義の逆とソードの2の逆。うん。ここが一番悪いかな。あと、顕在意識がさ、だから意識だよね。気持ちの問題としてなんか悪いかもみたいな。だけど、状況としてさ、そんなに悪くないよ。うん。確かに、環境にね、カップのナイトの逆が出てるので、流行るは流行ると思うの。うん。感染者いるね。増えましたね、みたいな。状況にはなると思うけど、だからといって、こう、社会がストップしたり、なんか、ね、いろいろ、
機能しなくなるとかさ、もう会社とか学校で休んでる人が続出して、ま、なんか、社会が回ってないみたいな、経済が回ってないみたいな、そんな悲惨なことにはならないと思います。ペンタクルの8に、カップの2に、対策注意点もワンドの3。俯瞰してみたらそんなに別に大丈夫だと思います。はい。怖い怖いっていう気持ちの方が強く出ちゃったよね。なので、別にそんなに大丈夫じゃない?あくまで占いですけれども。で、月別も一応見てみます。何月。悪い状況があるとしたら何月か。8ヶ月分見ればいいかな。まあでもあくまでね、なんか健康な人目線だからさ、それはもちろん高齢者の方とかさ、持病がありますみたいな方にとっては脅威であることは多分変わりないだろうから、まあ、あらゆる感染症がそうだろうけど、そういう方に大丈夫大丈夫って言ってるわけじゃなくて、一般的な、平均的な健康な人に向けての、まあ大丈夫じゃないみたいな感じだけど。難しいよね。なんか様々な年齢、様々な健康状態の方がいるからさ。はい。8月から8、9、10。おう、11月悪いね。11、12、1、2、ここかな。3。おう、3月天照尊御神様。ズバッと出ました。悪いのは、8月、今っていうか、もうすぐ8月と、11月から1月まあ、これかな、この辺。10、11、12は別に悪い数じゃないけど、でもなんか挟まれてるから、なんとなく。10月だった。ごめん。10、11、12だね。10、11、12があんまりな感じ。で、1、2、3は別にそんなにかなって思うけど。キーのカードもいいカードだしね。一番あれだなって思うのは10月かな。秋頃。秋?そんな中途半端な時期に?え ?8、9、10、あ、11、11、12、あれ?私何言ってる?12、3、4、5、6、あ、私9枚並べてるから変なことになってんだ。ごめん。いや、何度も言い直してごめんなさい。8、9、10、やっぱ11、12、1だったわ。なんかおかしいなと思って。8と11、12、1月気をつけてください。でも小アルカナだし、そんなにね、大規模なとんでもないことになる、なれとは、ここからも月別からも思わないかな。対策注意点に神様か。なんかね、この組み合わせ見ると大丈夫そうな気になるよね。ペンタクルのキングに、アマテラソウミ神様みたいな。はい。で、新型コロナワクチンの定期接種が始まることは、1、2、3の方々にとって基地か強化。何かワクチンは改良されてるんだろうか。ちょっとずつ。どうなんだろうね。なんか、最初の初期の頃からあんまり変わってないのかね。どうなんだろう。はい。まず、ね、一番ハイリスクな高齢者、持病持ちの方にとって、神様カードが出たね。良さげだね。子供たちにとって、その他健康な人たちにとって、良くないね。健康な人たちには良くない。ズボッと出ます。キーのカードが悪魔っていうのはね、この女、ちょっとワクチンを占うのに、こんなキーのカードに悪魔とかね、いやだわと思いながら。そうだなぁ。1の高齢者の方、持病を持ってる方みたいな、ちょっとかかるとまずいわみたいな方々にとっては、いいことの方が多いと思います。
その定期接種が始まる世の中って。うん。ですね。子供にとっても、途中まではいいかな。だんだん、なんだろう、この無計画な可能が出てるから、ちょっと微妙だけど、まあ、おおむね子供たちにとっても、その世の中は、まあ、基地か強化で言ったら、まあ、基地かな。で、問題は3の、その他健康な人たちにとっては、今日です。うん。かなり悪いね。なんだろうね。もう、理由はわからない。理由はあえてちょっと掘り下げない。うん、あんまり掘り下げない。うん、なんだかさ、あれじゃん、あんまりワクチン、ね。そうなのよ、薬とかさ、こう医療関係をさ、否定する的な占いになってもね、なんだか嫌だしね、嫌だって、占うのが嫌なんじゃなくて、このチャンネルがなくなったら嫌じゃん。みたいな。そういう部分の繊細さの話。うん。もう考えると、まあまあ、なんか、なんか健康な人たちには、ね、ワクチンの定期接種が始まる世の中は、どうやらあんまり良くないぞ、みたいな。くらいに。このぐらいに、まあ、あくまで占いです、しかもって。言っときながら、まあ、この程度に留めて終わりにしましょうかね。うん、はい。キーのカードに悪魔っていう、ね、なんじゃこりゃみたいな。はい。まあでも、うちは、まあ子供もいるし、子供に基地ならまあ、いっか、とか。なんか、心の整理を、なんとか折り合いをつけないとなんだかね、って感じだよね。はい。こんなにこう違うもんかね。そうか。はい。コロナについてでした。では、じゃんけんいきます。たまきじゃんけん、じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイありがとうございます。皆様、ご大事に。特に、この辺の、高齢の方、持病をお持ちの方、どうかお大事にお過ごしくださいませ。はい。